こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エケデンファイター、これは好スタート。ジョリーズヘイロー、この馬も好スタートを切りました。シャイニングシーン、前に行きそうです。アイルトノーブル、それに続いています。さらにはエケデンファイター、14番ロスキャンドル、その後ろミススペイン、後方からこの辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはエケデンファイター、その外にジョリーズヘイロー、さらにはアインマシーン、並んで9番スイートビート、シャイニングシーン、そのうちに続いています。その隣にアイルトンノーブル、その外からロスキャンドル、内からはナイトピット、その隣にアイルトンショット、すぐ後ろにジェットギムレット、これに続いてジェネラルミーティング、すぐ後ろにフローレスリー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ジョリーズヘイロー、2番手はエケデンファイター、これは絶好の手応え。アインマシーン、3番手エケデンファイター、 B 位置です。さあここからどうか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ジョリーズヘイロー先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はアインマシーン、あと 200m、 ジョリーズヘイロー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はローブクラフティ、ジョリーズヘイロー今ゴールイン、段違いの強さです。ジョリーズヘイロー1着、2着はローブクラフティ、勝ったのはジョリーズヘイロー、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は成田大成、成田大成先頭、2番手はファイナルオーシャン、あと 200m、 成田大成先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はダークジハード、成田大成1着、成田大成完勝、成田大成1着、2着はメジロヒット、見事に勝ちました。成田大成、ダークジハード敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。